解説は大坪さんにお願いします。はい、さあまずなんといっても大坪さん、注目は10番のバブルガムフェローのマイナス14キロですね。はい、あの新馬初戦勝ちが今日の体重だったですね。470台ですね。それ以降全部480台で競馬だと思うんですがね、3月中旬に見本に帰ってきた後、時計を出したのが5月の中旬なんですよ。ですからちょっと帰ってきたから当初順調者が欠いたというのはね、何かあったと思うんですがね、そういった意味で馬自体がね、本来でしたらもう少しきっと火花辺の張りも丸みを帯びて見えたでしょうし、筋肉の張りももっとたくましく見えると思うんですよ。そういった意味じゃ昨日の朝私、この馬見に来ましてね、馬場に出ておっとりしてるんですよね。だって、はい、ガンラーの気性はおっとりしたタイプだそうです。ただ厩務員さんが盛んにこの馬を使い込んだら筋肉が盛り上がってくる馬なんですよというのを口にしてましたからね。そうですか。やはりお腹の線を見ると満点はやはり上げられないんでしょうね。ちょっと薄く見えますね、お腹の線が。まあそうですね、はい、まあ、関西初見山、長距離輸送などでどうですか、その入れ込み具合とかそういったものは久々の競馬ということもありますし、元来ね、あまりそういった入れ込みとかそういうことはほとんど見られないそうですよ。ああそうですか、はい、本当に4歳児分から、まあね、その下目あたりでも会心あたりでもあまりうるさくないと言いますか、うん、むしろのんびり落ち着いてるタイプだそうですね、うん、まあそういう意味では今このパドックでもその、落ち着いてますね、ということですね、はい、わかりました。それから大塚さん、本命を打ったのは5番のゼネラリストの方ですね。はい、これはね、ここのところ2回が510キロ台、今日が903走目で510キロ、わずかに切った508キロ。本当にね、これ休養明け後なんか馬に身が入ったというか、古馬らしく大人になったという感じしますね、はい、その上また追い切りが非常にシャープな動きしましたからね、そういった意味では非常に状態がいいんだと思いますよ。要するに体のさばきが十分できる状態だと思いますね。そうですか、はいはい、それからこちらも G1 ホース15番のダンスパートナー見てみましょう。はい、確かにね、一頃のその牝馬らしいこう細身の体から胸前からお腹にかけてね、たくましくなったと。これが心持ち本番宝塚に備えて、銃の仕上がりをしてないのか、それとも今後こういった体つけてずっと競馬ができるのかね、今日はそういった意味では仕上がり状態と結果が問われますね。そうですね、はい、11番の杉野ブルボンはどうでしょうか。これはね、気合がやっぱり1回叩いて非常に良くなりましたね。今首をぐっとこう下げ気味にしてね、髪を噛んでる節がありますがね、気合ともとも前走が8の合い、今度は 9.5 ぐらい、かなり変わってきましたね。はい、いいという杉野ブルボンです。それから4番の成田キングオーが叩き2走目になりますね。はい、追い切り直前はね、この馬としたら馬なりって感じですね。480台ある馬にしてはもうちょっとビシッとっていう感じもありましたけど、まあ休明2走目、そういったことも考慮したんでしょう、まあ馬の気分に任せたという。ただ下目はかなりね、なんかこうリラックスしてムードが良さそうな感じがありますね。あ、いい、あ、そうですか。あと一言大坪さん、印象、8番のセトステイヤーですね、オーストラリアの馬、向こうではね510キロ台で競馬したそうです。そういった意味で言ったのは、ちょっと日本に来てからね、家庭が厳しかったのか、お腹の線がギリギリになりましたね。あ、今日494キロですからね、この馬としたらちょっとお腹の線は細いんじゃないでしょうかね。うーん、そうですか、はい、という印象であります。以上、鳴尾記念のパドックでした。さあ、もう一度、なんといっても下見所でも石巻アナウンサーが言ってましたように、大坪さん、バブルガムフェローのこのマイナス14ということなんですが、返し馬はどうご覧になりましたかね。はい、どちらかといったら気合を極端に表面にこう出すタイプではないそうですね、はい、うん、はい、ですから本当に下見あたりでもおっとりとしてるって感じでしてね、うん、はい、ただ体の線はちょっと華奢というかスマートに映るんですよ ね、 りましたね。もっともっと筋肉隆々になるそうです、はい、うん、ですからやはりこれを使ってね、うん、宝塚記念当然、来るでしょう、はい、そういった意味では宝塚で本番という感じはちょっとありますね、うん、そうですね、だけどなんといっても乗っている人が乗っている人だけにね、怖いですよね、それとやはりなんといっても G1 ホースですね、この戦歴は素晴らしいですよ、うん、そうですよね。バブルガムフェロー2番人気であります、2番人気で5番当番が1番人気で 4.0 倍であります。これはゼネラリストの組み合わせ 4.0 倍であります。さあ、ちょっと大坪さん、調教をですね、はい、ご覧いただきましょうかね。これ真ん中で合わされたいわゆる藤沢厩舎独特の合わせ馬ですよね。そうです、はい、よくね、二頭合わせだったら内に必ず入るとかね、うん、この場合は真ん中に入ってますね、はい、ですがほとんどね、ゴール地点でもこれ持ったまま、うん、余力十分という感じなんですよ、はい、ただこれ実戦並みになるでしょうね、はい、一応はこういう風な形で終われますとね、ただまあやはり、あくまでこれは休養明け戦で反動も気にするでしょうし、はいはい、ただもう7本合わせ馬消化してるんですよ。
ですから息の方はほぼもう文句ないと思いますよ、うん、はい、そうでしょうね、待機ブリザードも確かこういうような仕上げでね、そうです、あの仕上げられて安田記念圧勝しましたけれど、さあ今度は人気を集めているゼネラリストの返し馬でやりますが、本当に馬が大きくなったというかがっしりしたという感じしますね、それで決してね、うん、太く見せませんしね、から追い切り見てましてもね、非常に無駄のないフォームになりました、はい、そうですよね、ですから自分の体を十分に活かせるようになったんだと思いますね、うん、そうですね、はい、あの松永幹雄騎手に聞きますと、何としてもこの馬ではもっとその貸しを返してもらいたいっていうのが冗談交じりに言ってましたけれど、しかしもうここ2連勝ですもんね、はい、あの4歳の頃新山記念の頃は本当に素質でね、はい、勝ってたといった感じですが、はい、これからはやはりこの馬の成長した姿が ね、そうですね、十分見られると思いますね、はい、バブルガムフェローとの組み合わせが1番人気、それから成田金剛との組み合わせが2番人気、だいたい 7.3 倍ぐらいでしょうか、4番5番というところ、それからダンスパートナー大坪さんなんですが、久しぶりに見るような気がするんですがね、そうですね、はい、まあ、とにかくこの馬も宝塚、はい、昨年3着馬、うん、当然宝塚を意識したこれ起用なんですよね、はい、ただ追い切りでなかなかあのしっかりかけてました、はい、相手がちょっと弱かった点があるんで先着して当然なんですがね、はい、ただまあこの阪神コース、うん、そういった意味ではこの2戦が心持ち短いかなという感じも私はあるんですが、ね、はい、女馬なんですがね、そのあたりが果たしてどうなんでしょうか、50回目を迎えて行われます成尾記念は3時45分のスタートでやります。さあ阪神競馬場の方は成尾記念であります50回目を迎えました伝統のレース、瀬戸ステイヤー8番外国馬も加わりまして15頭であります、大坪さんちょっとまとめを伺いましょうかも、はい、はい、勝った暮れに行われた成尾記念ですね、うん、よりも今回は、2000m に変わりました、はいはい、そういった意味で、まあ、旧秋の初戦のバブルカムヘローがこの 2000m で59背負って強さを発揮できるかどうか、はいはい、私はいわゆる今回は体調名を、ね、はい、買いましてゼネラリストを本命にしたんですよね、はい、それともやはりバブルカムヘローの能力というものは、ね、うん、決して軽視できないですよ ね、 そうですね、ただ、まあ、バブルカムヘローにしても宝塚記念というものを本当に意識するならば、はい、まあ今回8本番10という流れはあるかもしれません、うん、ね、ですから一応やはりこの両馬は当然有力と言っていいでしょう、はいはい、ただゼネラリストの方は私は上位にしたいということですね、なるほどね、はい、ちょっとどうなりますとね、はい、ダンスパートナー杉野ボルボン、うん、それからタキシーに乗り換えた成田キングはね、展開が多少微妙な面はありますね、そうですね、中京戦のやはり金庫賞を見てると、はい、ゼネラリストという馬一頃よりある程度かなり柔軟性というか、うん、はい、素早さが出てきましたね、はい、ちょっと待ってくださいね、石巻さん、はい、バブルガムフェローも悪くはないと思うんですけど、ね、はいはい、やっぱり馬がいいのはゼネラリストでしょうね、あ、 そうですか、それからの問題は馬場だと思います、うん、かなり内側惚れてますんでね、はい、あのキレを生かすような例えば、ダンスパートナーみたいな馬はどうでしょうね、あるいはちょっと苦手かもしれませんね、なるほどね、はい、ということなんですがね、どれが行くんでしょうね、結局うちから照ノ新劇ですか、はい、うん、それから外の方が東海太郎、はい、この辺が一応まあ先行者取ると思われるんですがね、うん、成田金剛なんかどうするんでしょうね、成田金剛はどうでしょう、はい、2、3番手、2番手ぐらい、あ、もしくは相手の出方やったら先行ですか、はい、スタートです、ちょっと内外でばらついたスタートになりましたが、先行争い瀬戸ステイヤーです、なんと外国馬瀬戸ステイヤーが先頭に行こうとしております、何が何でも行くのか、そして外を通りましてサンデーウェル、大外から東海太郎が行った、ぐんぐん押して東海太郎が行きました、人気どころは後ろの方、成田金剛は4番手ぐらい、その後ろにゼネラリストでやります、さあ第1コーナーでやりますが、おっとゼネラリストは内々を通って、おっとちょっと、おっと1頭落馬、1頭落馬であります、これは何でしょうか、何が落ちたんでしょうか、騎手がケリソン落馬、ケリソンが落馬しております、さあ14頭によって行われます、ケリソンはすでに第1コーナーの手前で落馬しております、もう一度先頭から整理しましょう、13番東海太郎が先頭、8番の瀬戸ステイヤー外国馬2番手、そしてサンデーウェル9番が3番手、成田金剛、そして10番であります10番のバブルガムフェローは現在、絶好の位置ちょっとかかり気味なんでしょうか、ゼネラリストがちょっと前、6番のカラウマがちょっと邪魔になっている感じ、杉野ブルボン、それから1番の西野大王ザ・フォーリア、そして2番の照ノ新劇がいてファンドリ勝利、ダンスパートナー15番外を通りまして名将吉家、もう一頭後ろにいる、もう一頭後ろ桜慶山号、こんな展開、しかしケリソンが落馬して審議のランプがついている阪神競馬場、早くも第3コーナーをカーブして第4コーナーに向かいますが、さあゼネラリストはまだ後ろの方でありまして届くのかどうか、赤い帽子がよ
ようやく中段であります。赤い帽子ゼナリストは中段、人気の馬は中段におります。ゼッケン5番ダンスパートナー、これをかわしてもうずっと前に上がってまいりました。その前に成田金剛であります。さあ第4コーナーでありますが、東海太郎先頭、ザ・フォーリアが大外から来る、バブルガルフェローは現在緑の帽子4番手から5番手から埋めの外にいます。さあ第4コーナーをカーブして直線、ゼネラリストはピンチ、ゼネラリストは大ピンチであります。さあ先頭は依然として東海太郎、内から空馬でありますが、外を通りまして瀬戸セリア、バブルガムフェロー差を詰めてきた、バブルガムフェローが差を詰める。さあダンスパートナー来た、サンデーサイレンスか、バブルガムフェロー、そしてダンスパートナー外からザ・フォーリアだ、東海太郎2番手を粘る。さあバブルガムフェロー圧勝、やっぱり強かった、バブルガムフェロー、やっぱり強かったとしか言いようがありません。10番のバブルガムフェロー圧勝です。2分1秒4。しかしこのレースは審議。第1コーナーの手前でケリソンが落馬しています。審議です。ゼネラリストは終始カランマがちょっと邪魔になったか、いいところなく終わってしまいました。バブルガムフェローです。マイナス14キロで心配されていたバブルガムフェローでありますが、やっぱり物が違うのか、圧勝、そして2着は東海太郎かダンスパートナーかという際どいところでありますが、前にカランマがいた、わずかに東海太郎かというところ、ここですね。ゼネラリストの後ろでケリソンが落馬、ゼネラリストの後ろでケリソンが落馬です。ただいまのレースは2着争いが際どいところでありますが、わずかに東海太郎かなというところでありますが、しかし審議、ケリソンが第1コーナーの手前で審議であります。バブルガムフェローです。ゴールが近づくにつれて一歩一歩力強い足取りで抜け出しました。また岡部です。もう一度見てみましょう。緑の帽子がバブルガムフェロー、内側東海太郎を粘る、瀬戸ステイヤーも来る、外からピンクの帽子はダンスパートナー、ゼッケン5番がゼネラリスト、中段より後ろ、審議です。鳴尾記念は審議です。いやー、大坪さん、これまあちょっと後味の悪いレースって言いますかね。はい、はい、昨日も落馬した馬が1位に、はい、さっきもそういうケースもありましたしね、福永雄一騎手が落馬しておりますが、ちょっと心配といえば心配ですけれど、後で石巻アナウンサー、意識の方はね、はっきりしてます、はい、そうですよね、はい、ただカラウマが前でちょっとうろうろしましたんでね、ちょっとまだ審議は続いています。ご覧のようにバブルガムフェローが抜け出してきて、しかしやっぱりというか、大坪さん、こういう、まあ、G1 2勝してますんでね、こういう言い方をすると失礼になるかも分かりませんけれど、やっぱり違うという感じですね。そうですね、うん、持ってる何か、はい、素質というかね、うん、潜在能力が違いますね、はい、語れてみればということになりますね、はい、ゼネラリストはすぐ後ろにその落馬したケリソンがいましたでしょ、はい、うん、そうですね、ですから少し後ろ足がね、うん、接触したりなんかしてなければいいんですがね、うん、どうも道中の行きっぷり見てると何かおかしかったですね、という石巻アナウンサーのリポートで、本当にまあ大坪さんほっとしたって言いますかね。そうですね、はい、やはりジョッキーの落馬っていうのは一番、うん、そうですね、さあこれ岡部氏ももう一つ嬉しそうな表情でもありませんしね、このあたりどういうようなインタビューになるんでしょうか。放送席、はい、どうぞ。岡部氏です、おめでとうございました、はいはい、マイナス14キロちょっとどうかなと思ったんですが、馬体どうでした。そう、稽古はまあまあやってたんですけどね、ちょっとあんまり仕上がりすぎてるっていうか、体すっきりしちゃったんでね、ちょっと心配だったんですけど、なんか実戦行ったら上手に走ってくれましたね、道中の折り合いなどはどうですか。そうですね、まあ久々思えば、まあ、もう9大点だと思います。直線59キロで、カースまでにちょっと時間かかったような気もするんですが。そうですね、まあ、あそこのところだけちょっとこう少しあのやる気出してくれた。まあでも次走は、そうですね、まあ、久々思えばよかったと思います。岡部氏でした、おめでとうございました、はい、どうも。